やあ、せつなけんすきだよ。今回は、Speak English or Die というゲームで英会話の勉強をするぞ。なんだ？みんなに銃をぶつけつけられてるぞ、これ。なんかよくわからんけど、とりあえずやっていくぞ。多分これ3つあるけど、シチュエーションのことだと思うな。ホストとか、フレンドとか、ストレンジャー。要は、ホストって、ホステスみたいなホスト？キャバクラ行ったんか、俺。女の人としてキャバクラ行ったような設定と、フレンド、友達、ストレンジャー、強い人に絡まれたみたいなのか。とりあえずホスト行こうか。シチュエーションは、with a horse。わっはっはっは。いや、銃撃たれたんや。You went abroad to learn English and you just arrived at a house that you supposed to home stay。 8割方わからんけど、とりあえずさ、なんか英語喋って生きろ、そしてホームステイしろみたいな感じなんだろうな、とりあえず。いきなり銃つけられたんやけど。フリーズ！ Who the hell are you？ ね、なんだ、ね、いや、いきなり銃つけられて困るんだけど、ホームステイしに来たんだろ、これ。ホームステイだったら先にさ、俺が誰なんか分かっとるはずだろ。連絡ついとるはずだろ、お前。なんで銃つけられなあかんの、これ。Who the hell are you？ え？ Who are you がさ、あなたは誰ですかやけど、それにね、the hell って。死にたいのは誰だって言うんか、これもしかして。ザ・ヘルってさ、そういうことじゃない。ザ・ヘルってついたら、死にたいのはお前かって。そう聞いたところ、これ。死にたいのは誰だって言いたいのこれ。え？回答は ?Get your wait, 待って。I'm an exchange student. 生徒、生徒になりたい？え？ CC calm down. どういう意味これ？わからん。ワイトだ。とりあえず待て。Outside, freeze, you prick. プリック。プリックって何？プリック知らん。なの？フリーズでまだ言われたんだけどさ。黙れって言いたいんか、これ。あああ、フリーズで止まれって意味だったんや。警察がよく使いますって、お前警察ちゃうやろが。シチュエーション2 With a friend。 友達やけん優しくしてくれるだろ。 You got a friend in a foreign country。 忘れた国。 Foreign？ まあとりあえず国やな。 One day、 ある日、 She and you、 彼女とあなたは、メイドは promise to meet up、 約束があって会いました。でも、バッドでも、 You were late for the time。 遅れてきたんかい、俺。遅刻したんかい。遅刻しただけでそんなに銃突きつけといて、ちょっとマジ、目がマジ、あざ目がマジよ。 Oh, you came finally, finally。 How have you been？ 何をしていた。そこまでマジになる。俺何の約束しとったん。これから銀行強盗を襲うから遅れるなよとか言われたんかな、俺。それできたんかな、俺。犯罪集するもん、これ。目つきやばい。I'm fine, I and you? この状況でさ、私は大丈夫、あなたはって聞き返す勇気ないわ、俺。I'm great, thank you, asking. Asking?I'm survive. Why are you asking me? Ask ってどういう意味か知らんけどさ、なんで怒ってるのって意味？どれこれ？絶対これ I'm why are you って and you って聞く勇気ないわ。聞く余裕ないよ、これ。Great. I've waited for you for hours than you said.6時間待っとったんかい。6時間も遅刻した俺。どんだけも6、だいたい待ち合わせが10時ぐらいだよな。朝の10時ぐらいって定番よな。それより6時間遅れて夕方4時に来たんや俺。バイオハザード2のレオンラミじゃないか。遅刻レベルが。You feel great? How dare you? そりゃ歌えるわ。しょうがないわ。これ俺が悪いわ、これ。
豆知識、女の人は怒られると怖いです。気をつけましょう。英語関係ない。英語関係ないわ、それ。シチュエーション3、ウィザードレンジャー、強い人か。ラスボス誕生的な感じがあるんかな、俺。You are lost in a horrid town。 知らない街に来ました、みたいな感じ。 And you left your phone at hotel so that you called and stopped a stranger to ask the why。 電話が来て、なんか強い人が to ask the 来てしまったみたいな感じ。でなんだから毎回毎回なんで俺銃突きられた状態で始まるの、これおかしいよ。銃刀法違反って言葉知らんのか。あ、舞台アメリカなんかな。 Hey, don't get any closer. That, what do you want from me? 何しに俺のところへ来たって感じ。何をしたくてここに来たみたいな感じ。え、 Can you tell me the way to a nearby station? Could you tell me the way to a nearby station? Will you... あ、これで分かった。そうか、知らない街に来ましたってことはさ、とりあえず知らない街に来たから、とりあえず駅に行きたいか、ね、駅の場所を聞けってことじゃ。これ中学の英語でやったわ。Could you tell me じゃ、これこれ。しゃあ、あ、や、わかったって言ってくれた。あ、やった、これ中学の英語生きとるわ俺。俺国語より英語の方が成績いいタイプだったけんな。 That why、 どこへ行くやな、これ多分。 How long does it take to get hereHow much は値段の話やな。 How long does it take to get there? How long does it take? そこに行くまでどれぐらい時間がかかるかな。距離か。 Long ってことは距離か、これ時間じゃなくて距離か。で、 How old are you? なんでこのタイミングであなたに年聞くんだな。なんでこのタイミングで年聞くんだな。おかしいやろ。That why やけんさ、ロングか。 Well, don't know. 知らんの、知らんけど、50 minutes maybe、 多分15分ぐらいだと思うよってことだ。 Let me ask you something. Aren't you a pet? わからんな、これペドって何、ペドって何。いや、え、俺の今の心境だったら What does pedo mean? え、ペドって何って感じだろこれ。いや、これさ、もうイエスかノーかで言うたらノーだけどさ、ノーで答えた方が無難かと思うけどさ、イエスともノーとも答えの方がいい場合はあるんかな、これ。 You don't need to know that. You don't、 お前は必要ない、知る必要はないって言われた。ウェ、お前は必要ない、知る必要ないってどういうこと。え、なんかのマフィアのコースに巻き込まれとるような気がしてきた。 While I have something to do, you know, kids staff, So I have to go. え、俺は行きたい。どこにや。知らんわだ。Farewell, stranger. Have a fucking nice ball. Nice day. あ、生きた。なんかようわからんうちに生きた、これ。なに、なんで生きれたかようわからんけど、生きれたわ。やったー。でも、こんなに銃突きつけられるんだったら、俺、国内でこもっとくわ。